今回はいちごのチーズケーキです。インダクションレンジに小ソースパンをセットして保温90度でふやかしたゼラチンを溶かしていきます。フードプロセッサーメタルパーツにビスケット10枚入れます。バター 40g 入れ混ぜていきます。内鍋にラップを敷きビスケット生地を入れます。平らになるように伸ばしていきます。プロセッサーメタルパーツにクリームチーズ 150g 入れます。砂糖大さじ3杯入れます。生クリーム 150cc、いちご12粒ほど入れます。ペーストになるまで混ぜていきます。フードプロセッサーの注ぎ口を手で押さえながら混ぜます。フードプロセッサーを回しながら溶かしたゼラチンを流し入れます。混ざったらビスケット生地にいちごのチーズクリームを流し入れます。冷やし固めます。冷やし固めたら内鍋から取り出します。お好みでいちごのペーストを塗ります。飾り用のいちごを乗せていきます。いちごを乗せると完成です。混ぜて固めるだけの簡単いちごのチーズケーキ、ぜひ作ってみてくださいね。